クロスファイアは、宮部みゆきのミステリーファンタジー小説。公文社から単行本が出版された。映画化もされている。この小説の前日端が、鳩笛総半載、朽ちてゆくまで、初集の中編、半載で描かれている。念力放火能力という超能力を持って生まれた、女性、青木純子は、力をガス抜きのために放出しに向かった、廃工場で、 瀕死の男性を運んできた4人の若者を目撃する。純子は男性を救うため力を解放して、次々と若者を燃やしていくが、そのうちの一人、浅場を逃してしまう。瀕死の男性から若者たちに、恋人の、夏子が連れ去られたことを聞いた純子は、夏子を助けるため、わずかな手がかりをもとに、浅場を探し出す。一方、放火捜査班の石頭加古刑事はこの事件に、 昔起きた不可解な小殺事件と同じ匂いを感じ、それを起こした犯人が再び現れたことを悟る。映画、クロスファイアは、平成ガメラ3部作の金子修介を監督として、2000年6月10日に、東方系にて公開された。矢田あ子はこの映画で、初主演を務め、長澤まさみはこの映画でデビューする。前日単にあたる、中編、反罪も使い、 オリジナルストーリーも加えた脚色となっている。クライマックスで遊園地が炎上するシーンでは、1、5スケールのミニチュアをスタジオで爆破している。青木純子はパイロキネシスを使う能力者の家系であり、母親から、あなたは怒ってはいけない、お友達の側に寄っちゃダメ、その力を使ってはダメなの、と言われ続けて育った。そのため社会人になってからも、 他人と関わることができず、同僚からも陰口を言われる女性となってしまった。そんな時、同僚の田だかと出会い、信仰を深めていく。しかし、彼女が得たつかの間の幸せは、ゲーム感覚の女子高生歴殺事件を繰り返す、不良少年グループに、一時の妹幸恵が殺害されてから終わりを迎える。彼らは殺人を犯したにもかかわらず、 リーダー格の小暮正樹の父親のコネと証拠不十分だということで無罪方面となっていた。怒れる一時は包丁を持って小暮を襲うが純子が制止し小暮徹は私が殺すと宣言する。彼女は面白半分で人を殺し自らも時代の英雄と嘘吹く小暮徹に対して激しい怒りを覚えていたのだ。やがて純子は自らに近づく。 対犯罪組織、ガーディアンのメンバー木戸孝一の助けによって、犯人グループの少年たちに容赦なき制裁を加える。生き残った小暮を追う純子を、女子高生歴殺事件を捜査していた石津地子こと、牧原康明が追う。少年時代に弟を、パイロキネシス能力者の少女に殺された康明は、犯人が、パイロキネシス能力の保持者であると見る。やがて、 ガーディアンの暗部が露呈され、事件は意外な結末へと収束していく。主な登場人物その他の登場人物コナミが、運営する携帯向けデジタルコミックサイト週刊、コナミにおいて漫画化された。アドベンチャーゲームの要素も備えており、第一部の途中に現れる、選択肢によって、物語が第二部、第二部アナザーストーリーへと分岐する。テーマソング。 N5 クライムは3パターンが用意されており、本編以外にも以下の音楽ゲームに収録されている。ありがとうございます。